はい皆さんこんにちは今日は学校の先生とかそして保育所介護施設のヘルパーさんウェリングのプランナーさんこんな人に見てもらいたいないやそれだけじゃなくってでもですねケーキ屋さんがちょっとしたポップを作るのに挿絵が欲しいなそんなような使い方をしてもらいたいそんなお話をしたくって画面にあるようなサムネイルを作りました フリーののイラストの革命が起きるということで「素材再撲滅」というふうに書いたんですがこれをそう思うかそう思わないかは皆さんこれから僕の動画を見てくれた結果で思ってくれたらいいと思います僕は今回今画面に出したようなミュージックビデオを作るためそれをまずは目的にしてチャット GPT の GPTs という11月に始まった新しいほやほやの機能でですね、スライドショーを簡単にできるいわゆる動画の一つ一つの画像をですね、楽曲ですからあるストーリーを持って作るそして画風も突然ですね、写真が出てきたり突然可愛らしい絵が出てきたりそうすると統一感ってないですよね。 まあ音楽の話はちょっと置いておいて皆さんいろんな挿絵が欲しい時ってありますよね素材サイトに行きます例えばボールを蹴ってる男の子こんなのを探したい時になかなかちょうどいいボールがなかったり青いボールがいいのに赤いボールだったりそういうことってあるじゃないですかもちろん 今生成 AI という言葉が脚光を浴びていますようにチャット GPT もしくはビングチャットとかいうようなソフトを使えば生成 AI ができることはちょっとぐらいは噂に聞いてるんではないでしょうかもちろんどんどん使われてる方もいますでも先ほど言いましたポイントで画風とかに統一感があるとかいうようなことと操作が簡単だ というようなことを考えると、なかなか生成 AI って英語でしないといけないのかなとか、そういうようないろんな疑問もあると思います。もうそれ、今日から全部忘れてください。皆さんにその手法をお見せしたいと思います。画面の右の方に教育関係なら運動会の行事のシーンですね。みんなで更新、この更新という字が間違っていますが、 ちちょっと打ち直しますね玉入れゲームで買っちゃったと徒競走で泣いた女の子こんな風に考えますがこれ探そうと思ったら大変ですよね下のウェンディングプランナーさんならとか老人ホームならとかいう風に書いていますがバージンロードを父とあまた5時多いですね今日はちょっと興奮気味やからですねはい父と歩くとかですね 指輪の交換で指に入らず慌てる進路。特にこんなのってなかなかイラストではないですよねでもちろん自分がイラスト描けたらいいんですけれどもこれを友達に頼んだとしてもいくらなんでもこんなたくさん何枚もこれ今3つずつ描いてるだけだからいいんですけれども運動会ってもっといろんなところで小さいグミさんとか大きいグミさんとかそんなところに 同じものをコピーするというのもあるけどでも変わったたのを書いいいてあげたいとかそうううようなこともありますなかなか粗大集という中からは自分の思ったものが見つかるというのはなくってみんなちょっとした妥協でやってるんですけれども生成 AI を使えばもし向こうが提案したものもちょっと変えてほしいなと思ってもこの男の子を女の子にして ととかいうようよなこともできるんですですから今日はそれを実践やっていきましょう早速いきますはいここで教育関係なら運動会の話にしますまずここに今回はミュージックじゃなく運動会のイラストが欲しいので応用して欲しい1対1で下記のリストでというふうに書きましたじゃあその下記のリストをここに放り込んでおきますそしてなおかつ 子供が描いたようなクレヨン画でというふうに指示をしてみます。じゃあ応用してくれるでしょうか。僕まだこの動画を撮りながら考えています。考えとけよっていうことですけれども、そういう応用とかもできて、そしてこれがまた専用のものに開発し直すというね、もう大胆な YouTube 動画を撮ってる、ちょっと恥ずかしいぐらいの僕なんですけれども、 じゃあこれでお送りします。もう多分すぐに書き出すんではないかなと。いわゆる情報はあるので、はい。もうクリエイトイメージしだしましたね。ちょっと待ってみましょう。少し早送りをしたりもしますが、よろしくお願いします。はい。早速更新の絵描いてくれましたね。あ、もう次も続けて描いてくれています。おお、応用力バッチリだね。 三枚連続で書いてくれてますよ。僕ちょっとこの運びはですね <laughs>、想定していなかった運びでびっくりしています。時競争で負けて泣いてますね。はい。すごいですね。ご確認くださいということで、OK なんで、これを、じゃあ、一つ一つね、ダウンロードっていうのここ押せばできるんですけど、面倒じゃないですか。だから、 僕のソフトは本当ならばですね、ダウンロードを作りましょうかとかですねこれあの音楽用にまず作ったので歌詞をもう一度整理しましょうかというようなことができるんですがこのチャット GPT の応用力すごいですよねこれで圧縮ファイルだけを作ってもらいますはいダウンロードリンクだけお願いというふうにしましたこれで送ってみましょう はい。ダウンロードリンク作ってくれましたが、これではダメです。ですから、まとめて、ジップ圧縮にして、というふうに書きました。はい。今、考えてくれております。アナライジングというのは何してるか言うたらね、こんなね、プログラムを今、一瞬で作ってるんです。圧縮できるプログラムですね。これを開発してくれてるんです。すごいですね。もう、涙が出てきます。はい。 ここで運動会の ZIP ファイルというふうに出ましたからここをクリックします手のマークになってますよねリンクができていますじゃあこれを押しますどこに保存しますかっていうふうになりましたのでちょっとここに保存してみましょう Chrome の保存ができましたのでファイルを見てみますこのスポーツデイということでね運動会だからそういう名前を付けてくれていますが このファイルをでですすね、全て展開で解凍しますはい、ここにフォルダーができています。これを見てみましょう。はい、うまくいきましたね。これ、もう少し表示を大きくします。いかがですかこんな風にダウンロードができて、イラストが出来上がりました。じゃあ、もう一個だけパッパッパッとやりたいと思います。次は、老人ホーム。 これを行きますね。はい。この3つをコピペします。はい。送ります。今度はどうでしょうか。今さっきみたいにもう3枚同時に書いてくれたら楽ですよね。やってくれそうな気がします。期待しましょう。はい。1枚目が仕上がりました。水彩っぽくなりましたね。いい表情してますね。みんなで食べる食事が楽しい。楽しそうですね。 はい次はヘルパーさんが手を引いてくれたということでねなんかヘルパーさんというか看護師さんというかそんな感じですけれどもまあいいですねはい最後は車椅子で公園の散歩をしているこの水彩がめちゃくちゃタッチがいいと思いませんかこのように皆さんが ポスターというかチラシというかそういうようなものを作りたい時に絵イラストがどうしても必要で,すよ、ね、でも思ったものがなかなかないという時はもう今やこのように GPT を使うべきですこれは僕は皆さんに無料で配布をしようと考えています またもっと高機能になったらですね少しの有料化で買ってもらえるようにということで OpenAI というこの ChatGPT の会社はもうじき GPT ストアというねそういうマーケットを作ってくれるというふうにもなっていますので皆さんはそこで自分に合った GPT を探すことができるようになるわけですでもそれ以前に僕がいくら無料で使ってもらえますよと言ってもですね皆さんは ChatGPT+, に加入していないとダメなんですね ですから個人で入るもよし学校とか保育所とかで一つアカウントを取るのもよしそれはいいと思うんですが月々3,000円だけ払ったらですねもうイラストレーターさんに頼むとか自分が残業してまで書くとかそういうことがなくなるということです。ですから今回のこの動画を見てもし質問などがあればコメント欄にも 書いていただいて結構ですので、また細かくチェックをして、すべてのコメントに返信をいたしますので、ぜひですね、こんな便利な AI 画像生成、これを皆さんも検討してみてはいかがでしょうか。今日はお時間作っていただいてありがとうございました。またよろしくお願いします。